秋の小仙教閣園法小仙教は、山梨県甲府市、甲府盆地北側、荒川上流に位置する渓谷である。特別名称に指定されており、国内有数の継承地である。日本語大名教の一つに数えられる。荒川ダム町深橋線川滝昇仙教のある、荒川の甲府盆地から上流にかけての地形図1923年に、国の名称に指定され、 1953年には特別名称に指定されている。特別名称としての指定名称は、宇多き小船橋であるが、一般には、三た小商船と常用管自体で書かれることが多い。秩父玉街国立公園に属し、同公園を代表する継承地として知られる。長深橋から千賀滝までの全長約 5km にわたる渓谷は、 川が河口岩を深く浸食したことにより形成された。渓谷内には、中上節里の河口岩及び、奇跡安山岩の奇岩が至るところに見られる。日本25章、平成の明水百戦闘に選定されている。渓谷は、天神森地区の長部川橋から始まるが、途中の能泉地区までの渓谷沿いは、車道が狭く、シーズン中の土日祝日は、 車両通行規制が行われ歩行者専用になる。その先の能泉地区から千賀滝の間が警告のハイライトで観光客の多くは駐車場が整備されている。千賀滝付近を中心に訪れる。年間を通して多くの観光客で賑わうが自家用車で観光に訪れるものも多く、紅葉が見られる観光シーズンの11月の土日は周辺の道路が渋滞するほど賑わう。 そのため、公共駐車場もあり、観光施設や土産物店にも駐車場が併設されている。施設店舗を利用すれば、無料のところがほとんど。小仙教渓谷入り口の天神森にある、長深橋1927年日本25章に選定されたことにより、小仙教を主題にした、新民用作成のため訪れた、野口宇城。線が、 滝上の宣教亭にて、小宣教を含む奥秩父山海には、後進国境に金峰山があり、古来から山岳信仰が広まり、甲府方面から小宣教を通過し、金峰山頂に至る吉沢口など主限道の道として、御嶽道が存在していた。金峰山信仰は近世にも展開され、御嶽道は、甲府方面の南口のみならず、 東口、西口方面からも山口急所と呼ばれる東海井口が整備され、南口の吉沢、亀沢、塚原の3ルートはいずれも小仙橋を通過する街道として整備された。また、近世諸島には甲州街道が整備され街には、江戸から多くの文人が往来し、小仙橋は地種類を通じて山岳信仰のみならず街の名所として広まった。 戦国時代の協力4年正月21日には、改守後、武田氏と大木谷上杉氏との婚姻に反発した栗原兵庫、今井信元、小布虎正らかい国人が甲府を退去し、三宅において信虎と,と抵抗した。さらに反信虎の国人衆には、西郡の大石、品の国諏訪軍の諏訪よりらが加わり替え、信仰した。同年3月3日には、 ニ崎市で行われた河原部ガス戦においてノブトラは国人衆を撃破し反乱は平定された。武田市滅亡後の天正10年6月、本能寺の変により発生した天正神後の乱において三河国の徳川家康、相模国の北条宇治が海へ侵攻し、八ヶ岳南六、七里は地域において退治した。徳川家康はニ崎市中田町、 中条の新府城に本拠を置くと、北都市須多摩町若見湖の若見湖城に本陣を置いた、御宝城税に対して、七里岩大城の城塞に軍勢を配置し、三岳においても甲府市お竹町のお竹城、貝井の茂、足沢のお竹足沢小屋に、三岳修羅の兵が配置された。江戸時代に荒川上流の碇村と周辺諸村は生誕が盛んで、 甲府城下へ新炭を販売するために、三宅堂を通過していた。三宅堂は荒川西岸の南路であったため、荒川沿いの振動の開発が望まれていた。江戸後期には、天明2年に怒り村名主、長田森江門が下帯名村へ通じる振動の開発を立案したが、これは実現しないまま終わった。天保4年には、同じ怒り村の百姓代である。 永田縁右衛門とその追い、優衛門が再び、三竹神道の開発を計画し、交付金番子や交付城下の商人から寄付金を募り、交費は縁右衛門が建て替え、無人で賄われた。また、神道の開発が、三経路としても活用できるため、金桜神社の神職らを世話人とした。工事は、翌天保5年12月22日に開始され、高成村、竹ひな村、 川久保村、千田村らの諸村が協力し、周辺から石膏やそま、人足が賄われた。天保7年には水害により、振動の一部が流出し、天保の基金による農村の疲弊による影響で一時、中断された。三竹振動は、天保14年には完成しており、駒具城小倉村出身で、茅ヶ岳南陸に浅尾関、保坂関を改作した。 久保田光財門が設計、測量を行っている。三武神道は後に渓谷沿いの観光ルートとしても利用される。昇仙橋を旅した絵画資料として、甲州道中図屏風がある。甲州道中図屏風は、幕末期の開営4年から慶応3年にかけて作成され、本来は巻子城であったものが近代に純不動で屏風絵に仕立て直されたと考えられている。 作者は不明であるが武士であり、高尾山、三信山、九道寺の三系、武田氏に関する史跡来訪を目的とした旅で、時期は8月下旬であると推定されている。甲州道中図屏部の左席中央の上段には、小仙橋から、甲府市街や藤川、荒川、大泉寺を望む図が描かれ、背景には、富士山が描かれている。また、この図の右には、 湯村を描いた図が連続している。甲州道中図屏風の旅程は、江戸から甲州街道を進み、甲府から三延山山系を経て、東海道経由で江戸へ帰還したと考えられており、高尾山山系を終えて、甲州街道を進み、甲府へ到着した後に、湯村小泉仙峡をめぐり、再び、甲府を経て、三延山山系に向かった航路が想定されている。 1887年には、御嶽昌泉橋が命名され、大正時代には、甲府市内から昌泉橋までの道路が、次々と整備されて、定期バスが乗り入れるなど、観光地として移新された。1902年には、正岡式の門人で、山梨県を拠点に活動を行った、新面十五坊や、白日な会を主催した、堀内柳南。 カンナモモ村ら山梨県の俳人が甲府市で山梨文学大会が開催される。同年8月25日には小仙教の御嶽神道へ赴いており、翌26日には甲府大田町を持ち尖閣で批評会を行った。1923年には断崖絶壁、滝、祈願、新職、紅葉、赤松、岩山、 荒々しい川の流れと植物が一体となった景観が評価され、史跡名称天然記念物保存法により名称指定を受けた。戦後には1950年に渓谷百選の1位に選ばれ、1953年には文化財保護法により特別名称となる。近代には山梨県の主要産業として観光業が進行される。 1972年には、三宅商船共有料道路が開通し、甲府市や山梨県の主要な観光地として整備された。1977年に、バス転落事故が発生し、死者11名、負傷者34名が被害に遭った。2009年には、読売新聞社主催の読者が選ぶ、平成百景において、富士山に次ぐ第2位に選ばれた。江戸時代の海国は、 宝州街道をはじめとする諸街道が整備され、伴い多くの文人画家が来訪し作品を残している。宇多希少選教は、甲府城下から近在であり、天保5年に、三武神道が開発された後は、来訪が容易となり、多くの画家が訪れた。天保13年には、甲府城下に居住したの南画家の畜村山陽が、千、学壁地図を描き、 サトシエンなどの継承地を紹介し、出版された。これが契機となり小仙教は継承地として知られるようになった。明治13年には、山陽の弟子である西エ雲サが、明治天皇の山梨県巡行に際して、御嶽神道図を献上している。雲太は、小仙教をが題とした作品を手掛けているほか、引き続き継承地としての小仙教を紹介した、出版物が、 数多く制作された。また、明治期には、女流南画家の野口商品が、甲府屋町の商家、野口家に突ぐ。野口家の十一屋コレクションや甲府商家、大木家の大木家資料には、多くの商品作品が含まれている。商品自身は、山梨に滞在している者の商船橋を訪れたかは、不明であるが、明治26年には、 小戦郷を描いた甲州御岳図を制作している。文人画家の富岡鉄斎は1875年1890年に山梨県を旅し、富士山へ登山するなど山梨各地の名所を訪ね、作品にも描いている。鉄斎も野口商品と同様に甲府の野口家に滞在しており、11屋コレクションや大木家資料には鉄斎作品が多く含まれている。 鉄斎は二度の山梨旅行で共に金桜神社三景を行っており、明治8年の富岡鉄斎日記では小仙教の記形を記している。ただし2009年時点で鉄斎が小仙教の風景を描いた作品は確認されていない。明治36年には中央線開通により小仙教への利便性が高まったことにより観光地として知られるようになる。 明治後期には東京美術学校講師の鶴田紀水が水墨画、水画、金景図を手掛けている。これは小泉教の祈願や渓谷から受けた新章場所を確定した写実的な描写ではなく自身の想像力により近接拡大して描いている。大正期には川内忠湿系が小泉教の図において写実的な山水画としての小泉教を描いている。大正四年には 日本画家の近藤東来が、佐藤支援ミネズを描いている。東来は諸国を有歴して、甲府で死去しており、佐藤支援ミネズは、甲府商家の大木化資料として伝来している。昭和期には、昭和3年に水墨画家の近藤光一郎が、佐藤支援三羽を描いており、戦後の昭和30年代には近藤関連が、佐藤支援本を描いている。 日本画家の片岡玉子は1957年に歌舞伎役者7代目小野枝恵光を描いた小野枝恵光において背景の岩場を小仙郷に取材して描いている。告げ吉春の池袋百展会のラストシーンに印象的に描かれた。後に石井照夫により1993年に映画化された厳選監主人のラストシーンにも登場する。 主人公の爪をモデルにしたつぶ役の佐野史郎と福子役の岡田奈々が観光馬車で小泉教を行く。1992年には千賀滝の近くに小泉教影絵の森美術館が建てられ、藤代清治の作品を中心に影絵や切り絵の作品が展示されている。同美術館は1994年に世界一の影絵美術館としてギネスブックに認定された。 佐藤支援法のふもとにある千賀滝からヤ三郎竹頂上にあるパノラマ台まで小仙橋ロープウェイが運行されている。所要時間5分20分間隔で運行。晴れていれば山頂から富士山南アルプスを望むことができる。小仙橋に名称の由来を持つ食事として三竹そばがある。三竹そばのお竹は 小選教の正式名称であるお竹小選教を意味する。ありがとうございます。